はい、というわけで今日も始まります。今日はね、阪神電車の深江駅に来てます。うどんのね、自販機がこの近くにあるということでご紹介しようかなと思うんですけど、まあ、ここの行き方がね、神戸、JR 神戸駅で降りて、でそこから阪神電車、高速神戸駅から、深江駅まで降りる来るみたいな感じなんですけど、こちらが駅なんで、これをねずっとまっすぐひたすら行くみたいです。港の方にね出るということを聞いたので、このままちょっと港の方に行きます。これを渡るわけね、この高架橋を登ります。これが43号線ね。関西圏っていうのはね、うどんの自販機が本当に少ないんですけど、まあ、この神戸にあるということで、ちょっとねこのままずっと行ったところにポツンと存在するらしいです。でこれはねずっとまっすぐ行ったところに深江大橋っていうのがもうそろそろなんですけど、そこを渡って目的地に到着すると。こちらが深江大橋でございます。でこの 1Z、 まあ 1Z ですね多分、お、で左にずっとまっすぐ行きます。まあ、ちょっと右行っとこっか。もうね、だいぶ近づいてきました。ちょっとね、場所がピンポイントでね、伝えるのはちょっと難しいんで、Google マップをね、参考に。で、概要欄にね、住所とか載せてますんで、まあ、それをね、Google マップで検索してもらって、来てみてください。まあ、ただその駅まで行くのがね、ちょっと大変なので、ずっと先の角にあると聞いてます。あれかな、なんかちょっと明るい自販機がたくさんある場所が今日のスポットです。うどんの自販機ありました。でカップ麺の自販機も
ですね。目的地到着いたしました。で、ここが天ぷらそばと天ぷらうどんがあるということですね。なかなかね、この横のあれは何だろう、長さをね、幅をね、見ることはなかなかないんですけどね。大体連なってね、横が見えないんですけど、こちらはね、横とか上が見えますね。こんなにあの人が入れるぐらいの横幅、奥行きなんですね。で、こっちはまあお酒があったりカップ麺あったりですね。閉まらないか。まあね、この工場の胃袋を支える場所なのかなと思いますね、この感じ。じゃちょっと早速ね、あの230円ですね。結構安いですね。どうしようかな、天ぷらうどんにしときましょうか。違うでしょうか。暗いので。こんな感じです。よし。固めの天ぷらというか、まあ揚げですね、かき揚げですね。非常にシンプルな内容かなと。じゃあちょっといただきます。うん、全然悪くはないですね。まあ、でも230円なんでね、非常にリーズナブルだと思います。ちょっと崩れましたけど失礼。うん、あ、全然悪くないです。めちゃめちゃ美味しいです。うん、工業団地の中でいただいております。なんかまたいいですね。うん、でもね、ここのやつはね、麺が量が多いですね、かなり。230円ね。で、後から思ったんですけど、このかき揚げの中にやっぱりその塩分っていうか入ってて、まあ、混ぜたら結構いいぐらいの味になりますね。
食べ終わりました。食べ終わったらこの残しに、よし、ごちそうさまでした。はい、というわけでね、今日ははるばる神戸駅から、深谷駅にまで行って、ちょっと歩いてここまで来ました。工場地帯のね、こういううどん自販機スポット、結構ね珍しいのかなっていう、まあ、またドライブインともねまた違うのかなっていう、まあ、結構ねこの夜の時間帯なんですけど、普通に、お仕事されてる方もたくさんおられる中でのこのうどんの自販機、うどんそば自販機、まあ、感想的にはね結構ね量が多いかなと。で、まあ、値段も230円というわけで、今日はありがとうございました。ぜひお近くの方は行ってみてください。230円はかなり安いです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。